モンス・セルメルローは、スウェーデンの男性歌手、俳優である。スウェーデン南部スコーネ県のルンド出身。2005年に行われた、オーディション音楽番組アイドルに出場し、総合第5位の成績を収めた。2006年、彼は、ダンスリアリティ番組である、レッツダンスシーズン1に、マリア・カールソンと出演。その後、M&L レコード、 ワーナーミュージックスウェーデンとレコード契約を締結した。2007年に発売したシングルカラミアはスウェーデンのチャート1位を記録した。また彼の発売したアルバムのうち2作品がチャート1位を記録している。2008年には複数のアーティストがスウェーデン国内を回る下記の音楽ツアーでガルーに参加。2009年に発表されたアルバム MZW は ポーランドでもリリースされ、スウェーデンでは同作を引っ下げた、ライブツアーも開催された。ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン国内代表を決めるメロディーフェスティバー連には3回の出場を経験している。2007年には、カラミアを体区予選を第1位で通過し決勝へ、進出して総合第3位。2009年には、ホープグローリーを体区予選を第1位で、 通過し決勝へ進出、審査員票を最も多く獲得したが総合第4位に終わった。そして2015年の大会ではヒーローズを対地区予選を第1位で通過、決勝へ進出し総合優勝を果たした。これにより、オーストリアで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2015へのスウェーデン代表としての出場が決定した。また、2010年には、 ドルフ・ラングレン及びクリスティーン・メルツァーと共に番組司会を務めている。2015年5月、オーストリア・ウィームで開催されたユーロビジョン・ソング・コンテスト2015にスウェーデン代表として出場した。彼は代表曲、ヒーローズを歌い、合計365点を獲得の上、総合優勝を果たした。これにより、スウェーデンの大会優勝は3年ぶり6回目となった。 世界の父とルンド大学教授の母との間に生まれ、妹が一人いる。高校時代は音楽を学び、学校の合唱団に所属していた。2004年12月26日、休暇中に家族で訪れていた大河を楽で、スマトラ島沖地震に遭遇するも津波の難を逃れた。趣味は、サッカー、テニス、ゴルフ。2008年3月から2011年夏にかけて、 元エーティーンズのメンバーであり、歌手でモデルのマリー・セルネ・ホールトと交際していた。俳優として2006年後半にはマルメで行われたミュージカルクリースのスウェーデン版でダニーズ子役として主演を務めた。2007年にはミュージカルフットルースでトミー役として主演し、2011年春にはストックホルムで行われたミュージカルロミオとジュリエットで ロミオ役を演じた。2013年秋にはミュージカルゴーストで断定役として主演している。また彼は2011年から2013年までスウェーデンの音楽番組オールソングポース観戦の司会を務めていた。その他、彼は作詞、作曲家としていくつかのバンドに曲を提供している。ありがとうございます。